スウェーデン出身のロックミュージシャン、ドラマー。主に HR、HM の分野で活動し、特に A ロックバンド、モーターヘッドで長らく活躍した。他、キングダイヤモンド、スコーピオンズなどに在籍している。イアン・ペース、ブライアン・ダウニー、ニール・パート、スティーブ・スミスらの影響を受け、バディリッチを尊敬する。 スウェーデンのローカルバンドで腕を磨く。キングダイヤモンド、アビゲールツアー1985年、デンマークの首都コペンハーゲンに移住。同国のもと、マーシュフルフェイトの中心人物、キングダイヤモンドが結成した冠名のバンド、キングダイヤモンドに参加。シングル、ノープレゼンツフォーザクリスマス、アルバム、フェイタルポートレートでデビュー。続く、アビゲール、 ゼムの成功でブレイクするが、初戦ダイヤモンドのバッキングメンバーに過ぎない、立ち位置に満足できず、4作目、コンスピラシーの制作開始直前に脱退。1990年に、ドンド・オッケンのソロアルバム、アップ・フロム・ジ・アッシェズのレコーディングに参加。収録曲ステイとミラー・ミラー,ミラーの PV は、MTV のヘッドバンガーズ・ボールでヘビーローテーションとなる。バンドは、ジュダス。 プリーストのオープニングアクトや、自らがヘッドライナーを務めるツアーを観光した。D は、同時期に、ワワイでも活動。モーターヘッドポーランド公演1992年、レミーの要請を受け、フィルシー・テイラーの公認として、モーターヘッドに加入。8月30日、サラトガスプリングズのサラトガパフォーミングアーツセンターで、モーターヘッドのメンバーとしての初ステージを踏んだ。 しかし、同年リリースされたアルバムマーチを話題は、トミー・アルドリッチがドラムスを担当して、レコーディングはほとんど済んでおり、D の参加はヘルレーザーとヘリオン・アースの2曲のレコーディングに止まった。1993年、D が初めてフルに参加したアルバムバスターズがリリース。以降、モーターヘッドの屋台骨を支え続けた。レミー。 フィル・ギャンベルと組んだトリオはバンドの歴史の中で最も長期間にわたって活動しており D 自身も歴代のドラマーの中で最も長くプレイしている2015年12月モーターヘッドの中心人物であるレミー・キル・ミスターが死去その後 D は公式にバンドの終了を宣言しているスコーピオンズ・フランス・レンヌ公演2016年5月 病気療養中のジェームス・コタックに代わって、スコーピオンズの全米ツアーに参加。9月に正式メンバーとして加入することが発表された。10月には、スコーピオンズの一員として来日、ラウトパーク2016のヘッドライナー出演も含め、3公演を行った。作品では、2017年リリースのベストアルバムから参加している。D は、 熱狂的なアイスホッケーファンであり、かつては自身も選手であった。www.imotorhead.com スラッシュモーターヘッド公式サイト。ありがとうございます。